キールティ・スレイシュは、インドのテルグ語映画、タミル語映画、マラヤーラム語映画で活動する女優。2018年に出演した、伝説の女優、サービトリで、ナショナルフィルムアワード最優秀主演女優賞を受賞した。父、スレイシュクマールは、マラヤーラム語映画のプロデューサー、カーメナカは、マラヤーラム語映画と、タミル語映画で活動する女優だった。キールティは、 小学4年生まで、タミル・ナード州チェン内で教育を受け、その後は、ティルバ・ナンタ・プラム・パットムのケンドリア・ビディ・ヤラヤを経て、チェン内のパール・アカデミーに進学して、ファッションデザインの学位を取得した。同校在学時には4ヶ月間スコットランドに、交換留学し、2ヶ月間ロンドンで、インターンシップに参加した。彼女は、女優としてのキャリアを形成する一方で、 デザイナーとしてのキャリア形成を真剣に考えていたと語っている。2000年代は、子役として、両親の制作する、パイロッツ、アケイネやナニーキスターム、クベランなどの映画や、テレビシリーズに出演した。2013年にプリアダルシャンの、ジート・ハーン・ジャリーで2役を演じ、女優デビューした。当時、キールティは学生だったため、撮影は、楽器休暇を使用して行われた。 彼女の演技について、サファイは、努力はしているが、に役では限られた印象しか与えられていない。rediff.com は、彼女は、美味しい役どころだが、彼女の演技力に感銘を受けるかは別問題ですと、批評している。2014年にはラフィ・メカルティンの、リングマスターで、ディリープと共演した。同作では、盲目の少女を演じたが、キールティは、 ジート・ハー・アンジャリーでに役を演じた時よりも挑戦的な役だったと語っている。同作は工業的な成功を収めた。2015年にエール・ビジャイのイー・デュエン・ナ・メイムでビクラム・プラブと共演し、タミル・ゴエがデビューしたが、同作は工業的に失敗した。この時期にはより大きな企画に専念するため、マーネ・テイン・ペイやカバライ・ベインドムなどの企画から離脱している。 その結果、彼女は、シバカールティケイアン主演作、ラジニムルガン、ディモ、ダヌーシュ主演作、セオドリに出演した。2016年に、ネヌサイロジェで、ラーム・ポティネーニと共演し、テルグンを映画デビューした。2017年に、ベロバデ・ビジャイと共演し、同年は、ポンブ・サッタイ、ネヌ・ローカルにも出演している。2018年に、アグニア・ターバシ、ターナー・セルンダ・クムに出演し、 ナーグアシュインの伝説の女優、サービトリでは、サビトリ役を演じて高い評価を得た。同年はこの他に、サミスクエア、サンディコジーに、サルカール一票の革命に出演している。2019年には、マンマデューデュニに仮名を出演している。キールティスレイシュ、ありがとうございます。